こんにちは。本日の浅草ランチは天丼にします。神南門をくぐって左側は朝の待ち合わせに便利なスタバがあります。雷門のね、隣にはね、もんじゃまんっていうのがあるんだね。美味しそうですね。中店入って、左側ね、きびだんご屋さんがあるんですが、ここの角を曲がって、路地に入ります。ここの路地はね、雷門柳小路ですね。ここ入っていくとね、右側すぐに出ました。のびーる。東京カレーパン。カレーチーズパンでしたっけ?があるんですよね。まだ食べたことないんですけどね。食べてみよう。で、ちょっと行くとね、この角、浅草スタンド。立ち飲み屋さんですね。ここいいですね。ハイボール450円から、からってなんだろうね。ここもまだ入ったことないです。で、中店の方に、新中店ですね。来ると柳茶屋、抹茶屋さんですね。ここも美味しそうですね。で、この路地をね入ってって右側、餃子の王様の前にね、これあるんですよ。天ぷらの秋蜜、本店じゃないですけどね、なんか飲食っていうか飲み屋さんみたいな感じなのかな、主体が。公会堂通りの方に抜けてきました。こう渡って、もっと奥の方に進みます。ここは公園通りですね。右側が、ホッピー通りですね。で、左が反対側に行きます。新中店を抜けます。ここら辺ごちゃごちゃいろいろありますね。で、ちょっと行くとね、左側にね、たぬき通りってあるんですよ。で、ここにはね、たぬきがいるんですよね。12匹いるんですけども、そのうちのこう、今、入り口のとこね、まあ反対が入り口っていうか出口かな、こっちは。2匹いますね、こんなのが。12匹います。たぬき通り。公園通り戻って進みます。で、少し歩くとね、ここに今、流行りですね。味噌重があります。そんな大きくないんですよね。ここ1階はカウンターっていうか、片椅子か片テーブルっていうのかね。で、上はね、2階は、ちょっと何人かの入れるみたいですね。で、ここがね、浅草担々亭です。担々麺ですね。で、出口の方は、終わり屋本店ですね。お蕎麦屋さんね。雷門の方にもありますけどね、お蕎麦屋さん。支店がね。で、ここがね、浅草あんぱんです。浅草って書いてあるの、あんぱんがね。甘いね。で、この並び進むとね、今日はお休みかな?いつも並んでますからね、ここね。ハンバーグのモンブランですね。まあ、ステーキなんかもあるんだよね。で、進んで、寿司屋通りのとこ行きました。もうすぐですよ。今日の目的地は。で、ここの寿司屋通りの角にね、今日行くところの天丼屋さんの姉妹店ですね。オリベ、とんかつのオリベがあります。はい、見えてきました。到着ですよ。天丼、天屋です。今日はね、おすすめのなんか季節物がありますんで、これを食べたいと思います。お蕎麦付きでね。はい、いただきまーす。箸はね、自分で取ってね、ちょっとお茶を飲んで。
お蕎麦ですね、まずは。ここのお蕎麦ね、結構美味しいんですよ。ね、まあ、天丼屋さんのお蕎麦ってつきもんだよね。まあ、どっちかっていうと、蕎麦屋さんに天丼があってっていうのかな。蕎麦屋さんに天ぷらがあって、ご飯物で天丼があるっていう感じですよね。ちょっとわかんないけど。で、天丼屋さんが独立して、今度はお蕎麦もくっついてくると。天ぷらもありますね、もちろんね、天丼ですからね。美味しい蕎麦だね。ちょっとしたね、蕎麦屋さんよりも美味しいかもしれないですよ。回転がいいからね。まあ、その蕎麦もどういう形で仕入れてるかわかんないんですけど、美味しいことは確かです。天丼作って、まあ、蕎麦も全部食べちゃいましょう。綺麗にね。この蕎麦ね、最後にこう将棋にこうついてるやつね、なかなか取れないんですよ。皆さんどうしてます？こういうのこう残します？ここは大体綺麗に通るんですけどね、綺麗っていうかね、最後まで。あれ、ちょっと残っちゃったかな。ネギかな。これは何でしょうね、天丼の何種類か入ってるんですよね。なんかホタルイカも入ってるとこなんとかって書いてあったね。あと説明欄のとこ書いておきますね。かき揚げになっちゃうとね、いろいろわからないですよね。まあ美味しいんでしょうか。ここのね、先ほどこう来る前にあったカツ、とんかつ屋さんね、あ、これかき揚げですね。ここにいろんなのが入ってるんですよね。とんかつ屋さんのオリベね、ここのね、店屋から出てるんですよね。まあ姉妹店っていうのかな。で、もともとなんか聞いた話ですけど、店屋が最初に開業するときに、本当はね、とんかつ屋さんやりたかったらしいんですよね。ただそこはすでにね、とんかつ屋さんがあったから、かつ屋かな、それなんで、そのまあとんかつやめて天丼の方に変えたみたいですね。で、フライヤーっていうの揚げる機械ね、天ぷらとかとんかつとか、あれは同じらしいんですよ。それなんで設備は同じなんだよね。とんかつ屋を辞めて天ぷら屋っていうか天丼屋にしたっていう話を聞きましたね。なんていうんですかね、はじかみみたいなやつですね。さっぱりしてうまいですよね。だから最近だからね、店屋もとんかつ屋さんを出せて、まあ初心に戻ったっていう感じですかね。とんかつ屋さんも結構並んでるんですよ。700円ぐらいでね、ロースカツ定食。で、ご飯もね、福島のなんかブランドを前使ってるんですよ。で、おかわり自由だし。あ、これね、食べるの忘れちゃった、ここに漬物があったんですよ。なんかね、たくあんみたいなやつ。あれ、さっぱりしてほしいんだけどね。まあ、後であれだけ食っても美味しくないからね。ごちそうさまでした。感謝します。今ね、時間的にはもう3時もあったかな、空いてきたんですよ。入った時は混んでたんですけどね、もうほとんどいないですね。この時間帯が一番楽に食べられるかな。入った時はね、テイクアウトも並んでましたからね。すごいですね。もう店てんやわんやですよ、ね。店員さんも働く人が少ないんですってね。どんどんこういう店増えてますからね。なんか今朝のニュースでもやってましたけど、ここの店じゃないけどね。なんか
店が開けないでね、湯戸屋さんかな、部屋じまいしてるって、はい、そういう店も出てきたんだって。はい、ごちそうさまでした。どうも、ごちそうさまでした。これなんかマスコットありましたね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。またねー。